た海のそばです。今日はカニはいますかね。魚も潜ってますね。またやってきましたでしょう。相変わらずかっこいいよ。この時期遅くなってます。はい、あ、釣り杉四平と申します。はい、通じるようになりました。釣り杉四平、この前通じなかったですからね。誰みたいな感じですけどね。って言ってこれ上明かり呼ぶーん。わー、来た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 。どうも、すいません、ちょっと遅れてしまいました。はい、お待たせいたしました。またなんかすごいのがあります作ったんですか。これ日が出てますよね。そうですね、アルコールですか。またなんか新作ができたということで。ああ、なんだこれ80g、 すごいですよ。もうここまで来ると結構重たいですもんね。これオフショアでも使えるってことですよね。そうです、そうです。うわ、どんどん進化してますね。ここまで来るとちょっともう変態チックな。これちゃんと組み合わせができるようにネクタイにつけてタイ。ああ、なるほどですね。あと何でつけるんだろう。ダイヤクロス、ああ、こうコースになるんですね。これが80g、それが60g ですね。これが80g、 10g から 30g のやつと 40g、 60g、 80g で分けてます。やり方次第でこれティップランドもいけそうですね。そうですね、もうマルチになってきましたね。このようになったらですね、これはですね、エビがこうゆっくり泳いでる様を見てですね、YouTube これをちょっと再現したい。面白そうですね。なんかですね、あなたの工夫次第楽しくなりそうだ。これ見る角度で色が違う。私ちょうどあの浅瀬を狙ってたんですけど、ボートからそれこれぐらいのタイとかです。あ、本当ですか。ヒラメとあとシーバス、ヒラメシーバスプロプロと使うんです。がパネル投資ですね。別オプションみたいな感じのも別で出るんですか。それとももう最初にデフォルトで付けてるものがもう確実だって、オプション今のところ出すみたいな。なるほどですね。市販のものでまあ時代で利用販売で買うんですので。ああ、素晴らしい。かっこいいですね。銃刀法違反みたいな感じで買おうと思ったんですよ。ドラマとかでカチャカチャカチャってバタフライになる。あの家でずっと練習したりする。出すクリリーさんなんかこうクリックすればいい。ここラインカット電池なんですね。ベートのハンドルとかやったらこれでもある。この穴は何ですか。これは火災です。鱗取りがこうついてるわけですね。スマホスタンドとかにして読めるんですよね。こういろいろすごいですね社長。これなんでこれは。いただきました。やってみたいですね。早速ですね、社長、今ありがとうございました。失礼します。早速来ましたね、その声は。ねえ、これすごくない。リトルジャックさんの社長にやったと。それちょうだい。いや、これまだ使い方がわからんというよ。風が強いし、近場の漁港なんで、これ見てほら、10g。 わー、豆ある。ケイマラです。じゃんじゃん、ショッケ光るかな。うぅ、光ってますね。これは釣れそうだ。これで、ちょ、あ、取れた。ほら、でもホールで食うよ、ホールで。あ、来た、めっちゃ引きよ、めっちゃ引きよ、めっちゃ引きよ。バージゴール、おー、めっちゃ引きよ。めっちゃ引きようよ。なんでこれ、おー、めっちゃ引きよう。なんか走ったりこっち来たり走ったりこっち来たり、うわ、めっちゃ引きようよ。あー、なんこれ、これめっちゃでかいよ多分。ほら、でかいよ、シルエットがめっちゃでかいもん。あ、糸が向こう行きよう。おわ、おわ、いかいかい。こっちは船のところ、船のところ。あ、いかいかい。やば、いや、遊んでないでよ。高さがあるけんさ。あ、いい、こっち、流れが速いとって、流れが。どうしようか。ああ、こっち、赤さん、もう取って、赤さん、疲れ持ってくるけん。うわ、こんなのが釣れると嬉しいね、こんなのが釣れるった。いいね、一撃やったですよ。ホールで食ってきて、いきなりこんな釣れるった。おいと、釣ってきた。え、何色、ケイムラ何グラム。なんか夜のジグとかあんませんけんさ、嬉しいね、それで来たらね。よっしゃ、さっきより大きいかも、さっ
っきより大きいかも。うわめちゃくちゃ引く、めちゃくちゃ引く。うわーすげえ、ブリブリブリ、来たよ来たよ、来た来たよ来た来た、さっきより引くよ。ドラグが出ようもん。おおっと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 、びちゃ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 。うわアジ、アジ違うね。おっしゃーとでか、また大きくなったよ。さらにやっぱでか、これすげえ。このちゃんと食っと、なんこれ、こんなでかいのがおると。ちょっと赤ちゃんこれでかいよ、ちょっとねえ。うわすげえ、これ光や。自分ができもうなんかあれやね、質より量よね。どうにかして大量に釣ろうと思っと。このアジゴに紫外線をピーッと、これはすごいぞ。あっと、うめっちゃ光る。何しろそれ汚な、欲を出したら知らんよ。キュウリ量ですよ。これ夜行がいいじゃないか。夜行がいいよ。リーダーの太さはあまり関係ないですね。来た来た、電気が欲しいと今気負ったのに。じゃあはい持ってきて。はい、なんか今日素直よね。うん、キラ、はい、あーはい、ビビビ、いっぱい浴びて、いっぱい浴びて、はい、トゥチュルトゥ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 ル、逆よ逆、腹のところ。いくよ、消すよ、ね、消し見るよ。それ光り方が違うね。それちょっと、はい、もうちょっと、いっぱい浴びさせてよ。ストーブに当てようじゃない時に近づけてくれる。ちょっとぼやっとなっと。それアクアマンジがいろいろと翻弄されておりましたが、やっとでやります。さあどうでしょう。風が強すぎて釣りにならないんだけど、釣れよう。当たりが分からんじゃん、穂先が。さっきみたいに今日はこれで終わります。風が強い、これでかい。全部でかいた。あるところにあるもえね、風裏がもう投げよったい。これ釣れたらいいけどね。あとはね、竿が出せれるだけでも良しとするしかないじゃないと。今日なんか来たよ、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 なんか来たよ。うわ嘘やろ、なんこれ、なんこれ、よいしょ、なんこれ、釣っちゃったよ。釣れんね、やっぱね。場所を変えてきたら、どういうの。あ、来たよ。なんこれ、またなんかでかいぞ、でかいぞ。来た。あ？あ？なにこれ。あ、なにこれ、またなんかとんでもないのが来よるばい。なんこれ。あ？夜はなんかすごいのばっか釣れるね。なんこれ、エイカなんか来たかと思った。堤防来たけど風が強いよ。前さ、これやっぱまたであった。ビビビビビって見て、ビビビビビって来た。かかりてね、ゲスしてパッターカンタ言ってからさ、夕方目から朝マス目を迎えようとしようけんね。怖いね釣りって。ちょい釣りやったでよ。ちょっと事故を試したいっていう。見えるようになってきました。強に風は収まりませんなんてもう平鈴木やない、そこに平鈴木、うん、おるわけないやろ。ないよ何その投げ方。こっちに飛んで、ちょっと風裏もここしかないっちゃっけ。絡まるやん。帰るよ、
帰るよもう。マジ帰るよもう。もう寒いて。朝まずめ。欠かせないと体が、体の作りが。普通じゃないよ。聞きてまた風裏。夜釣りだけって言ったんやもう夜釣りだけって言ったやろ。夜が明けてきました。こちらですね。サバ食べたろ。俺のサバ食べて美味しかったよ